再開いたします。次に社会民主党市民連合代表木村正司議員に質問を許します。木村正司議員、私は。 社会民民主党市民連合市議団を代表ししてて先に通告しておきまししたた件についいて質問まますまず、大項目の1つ目は、市財政運営の展望と課題についてであります。今、日本経済と社会の環境は、止められない3つの潮流の中で、新たな持続可能な社会実現に向けたグランドデザインを構築するため、暗中模索、悪戦苦闘にもがいていると言っても過言ではありません。1つ目は、少子高齢化という人口減少です。 総人口は減少し、2050年には1960年代の水準になり、生産人口は激減し、増大する高齢者人口と同じになり、まさに一人で一人を支える社会が到来することになります。二つ目は絶え間ない技術革新です。まさに昨日の技術が明日には陳腐化する日常に直面しています。そして三つ目が、労働市場の国際化と産業の空洞化を招くグローバル化です。直近の TPP 参加は、 ままささに日本社会を激減させる大問題でありますこのような激流に国はいわゆる三本の矢で対応しようとしていますが現実には一向に進まない東日本大震災からの復興収束どころかさらなる深刻度を増す福島の原子力発電所事故の現状消費税引き上げなどによる国民負担増大で県民国民、県民、市民の不安は増大するばかりです。そのような中 市民のの暮らしと将来への展望会津若松市は平成16年に旧北会津村と平成17年に旧川東町と合併し、新市としてのビジョンと基本目標を設定、新市建設計画実現に取り組んできましたし、合併後、新市建設計画を踏まえた第6次長期総合計画が策定され、その推進にあたってきました。 市は今年10月に新市建設計画、進捗状況報告書を発表され合併特例事業など新市建設計画のこれまでの取り組み状況を明らかにするとともに改定の方向性を示されましたまたその中で現在の社会情勢を踏まえると改めて公共施設の量も含めた全体の在り方の検討が必要な時期にありますと言及されていますさらに市は今年2月に公共施設の現状について検討するための基礎資料としての 若松公共施設白をを作成しましままたたこれが大きな意味を持ったと考えます私はこの白書をいかに市民の皆さんと共に考えるかが重要な鍵であると認識するものです。そこで伺います。まず、新市建設計画と合併特例事業の展望についてであります。新市建設計画、使用事業の進捗が遅れている現状を踏まえ、新市建設計画を改定するとしているが、その基本的な考えをお示しください。 また、未着手の合併特例事業については、公共施設マネジメントの考え方を踏まえながら進めるとしていますが、公共施設白書の具体的な推進について、どのように進めていくのか、お示しください。次に、合併算定外終了に伴う財政運営のあり方についてであります。合併に伴う財政措置、合併算定外が終了し、地方交税が減額となっていくことになります。北出村との合併にかかる 合併算定外は平成二十七年度から段階的に縮減し。平成三十一年度で終了。川東との合併にかかる合併算定外は平成二十八年度から段階的に縮減し。平成三十二年度で終了します。そこで伺います。会津若松市の合併算定外。平成三十二年度で終了となる経過措置額約十四億円の縮減にどう対応していくのか。お示しください。 また総務省は、新たな地方交付税加算の方針を打ち出していますが、合併後の財政需要の実態を反映した根本的な地方交付税の3点方法の見直しなど、国に早急な対策を求めていく必要があると考えますが、市の考えをお示しください。次に平成26年度予算編成方針について質問します。予算編成方針のポイントとして1 地域活力の再生と感動協働による取り組み、2、行政資源の最大最適化のためのマネジメントと選択と集中、3、いまだ財政健全化への途上にあることの再認識と予算編成を掲げ、予算は政策の表現であることを踏まえ、全庁一丸となって共同作業である予算編成に取り組むことなどを提起しています。そこで新たな段階への ギアチェンジを各部局に求めているようでありますすそこで伺いますまず、復興を実感できる日常と新たな信仰へのギアチェンジとは何か、その意図するところをお聞かせください。また、スマートシティ会津若松の創造、そのための各所属での知恵と創造、賢さを求めていますが、具体的にどのような仕組みを構築しようと考えているのか、お示しください。 次の第項目の2つ目は、長期総合計画の現状と課題についてであります。室井市長は、市長就任の決意として、基本政策である官道協同による全員参加のふるさと会津の再生と活力に満ちた新生会津若松市づくりを目標に掲げ、基本政策を実現させるため、実現のための5つの柱と15の重点政策の推進に取り組んでこられました。 また、全市町の計画や方針との整合性について、私の基本政策は第六次長期総合計画のまちづくりの理念や施策,の施策と方向性を同じくするものであると答弁され、2年4か月その実現に邁進されてきたものと認識するものです。その第六次長期総合計画については、平成十九年度を初年度として、平成二十八年度までの10か年を期間としてスタートしたものですが、いよいよ そのの仕上げの時を迎えようととしていると思いる思ますすそこで伺いますまず、長期総合計画に掲げる基本施策の推進状況への評価についてであります。室井市長は、前関係市長の第6次長期を引き継ぐと表明し、施策の推進にあたってきたと思うが、まちづくりの基本施策について、主な市長の達成状況の認識と、市長のマニフェスト実現も含め、この2年間をどう評価しているのかお聞かせください。 次に、ちづくりの基本政策の6項目について伺います。政策一の一子育てがしやすいちをつくるの取り組みの認識についてです。今日、国内での子どもの子育てをめぐる状況は、取り巻く政治、家庭、地域、社会、自然環境の中で不十分な状況にあります。2008年以降、子どもの貧困が注目され、現在、日本の子どもが直面する不利や困難を、 子どもの成長発達の権利を侵害するという観点から論じられるようになっています。さらに子ども全体の中で何パーセントの子どもが貧困の世帯に属しているかを示す子どもの貧困率は厚生労働省の平成二十二年国民生活基礎調査の外境によると、千九百八十五年には十点九パーセントだった子どもの貧困率は二千三年の十三点七パーセントから。 2009年の15.7%と増加、この24年間の間に子どもの貧困率は約5%上昇しました。6人に1人の子どもたちが貧困状態にあることになっています。特に日本の一人親世帯の貧困率は50.8%と、OECD の中でトップの貧困率となっており、貧困の連鎖が続いています。このような中、子どもの目線で子どもを主体として捉えた子どもの権利条約に基づく、 また、児童虐待の現状ですが全国、全国の児童虐待相談対応件数は、平成23年度が5万9919件と、毎年増加しており、悲惨な事件も後を絶ちません。会津児童相談所によると、県内4つの児童相談所で把握した児童虐待の相談受付件数は、平成23年度262件のうち、会津管内は60件。 平成24年度290件のうち会津管内は47件と、県内において、ここ7年間は200件を超える高い水準になっています。その背景には、不況の影響による貧困、それに伴う親の精神疾患やドメスティックバイオレンス、社会的孤立感から来る育児放棄など、その実態は深刻であると言わざるを得ません。そこでお伺いします。 まず、子どもの権利条約に基づく施策の展開をどう推進してきたのか、今後の課題は何かお聞かせください。さらに、子どもへの虐待防止対策にどのように対応しているか、そして課題は何かお示しください。次に、放課後児童健全育成について伺います。国の法改正に伴い、子どもクラブ、児童館の充実が求められています。どのように退職していく考えか、考えをお聞かせください。また、老朽化が進む児童館ですが、 18歳までの児童の健全育成という視点も含め、今後の児童館の在り方も問われています。市は、白前団地建て替え計画を平成24年3月に示し、今年1月には修正した内容も示されたところです。そこで,そこでは、県在の白前児童センターの建て替えの位置も示されました。そこで伺います。白前団地建て替えに伴う、白前児童センターの建て替えをどのように考えているかお聞かせください。 次に、子どもの安全な遊び場についてです。原発事故による放射線による不安の声はいまだに幼い子どもを抱える親にとって切実なものです。投資の場合、県内の中での比較では低い放射線量であっても、安全と安心は同一なものではありません。そのような親の不安な気持ちに寄り添っていくためにも、施設管理者としての日頃の取り組みは重要であると思います。そこで伺います。 子どもの安心安全な空間の実現という視点で、公園などの遊び場についての放射線量の実態をどのように捉えているか、またさらに講じていくべき対策は何かお聞かせください。政策2のに豊かな心と確かな学力を身につけた子どもを育む街をつくるについての認識です。子どもの権利保障の視点から、子どもの意見表明権の実現についてであります。子どもの権 スクール議会など、子どもの意見を取り上げていく取り組みについて、平成20年度に第2中学校、平成21年度には幼人小学校、平成22年度には第1中学校、平成23年度には城西小学校、平成24年度の若松山中、そして今年11月に荒立省での開催が実現し、これまでの子どもの声を姿勢に反映させていく取り組みに敬意を表するものです。 そこでその充実を図る視点で伺います。スクール議会等の取り組みは子どもたちにとっても目に見えるものですが、子どもの声が生き生きと生かされるためには、日々の学校活動の中での取り組みこそ重要です。子どもの意見表明権の拡大に向け、教育の現場でどのような取り組みがされてきたのか、認識をお示しください。また、スクール議会や子ども、小学生と市長との懇談会の成果をどのように認識しているかお聞かせください。さらに、 すべての小学生、中学生の声が姿勢に反映される仕組み作りを構築すべきでないか考えをお示しください。政策3の4、雇用を安定的に確保し、労働福祉が充実した町をつくるについての認識です。現在、投資の雇用情勢は製造分野を中心にリーマンショック移行の世界的不況、深刻な消費不況、国際競争の激化、原材料の高騰などにより、 厳しいものがありますまさに新たな産業の創造が求められていますそうした中新しい市場を開拓すべき動き出している取り組みに対し市の果たすべき役割は重要ですそこで伺います富士通の有給施設活用における環境食に関する新たな事業低カリウム野菜やスマートシティ構想における太陽光メガソーラー発電事業の展開に 新たな産業や雇用の創造という視点で市はどのように関わっていくのか考えをお聞かせください。政策の柱4、生活環境、自然に優しく安全で住みやすい町への取り組みについての認識です。昨年の代表質問でも取り上げ、市長からご答弁をいただいておりますが、さらに一歩進めていただきたいという視点で質問します。昨年私は脱原発社会の実現に向けた取り組みを伺い市長から スマートコミュニティ実現に向けた取り組み、これらの取り組みを推進することにより将来的、将来的には原発に依存しない地域社会の実現につながるとの答弁でありました。そこで伺います。まず第2期環境基本計画策定の進捗状況と、計画策定の基本的な考えをお示しください。さらにスマートシティ会津若松の実現、これまでの取り組みと、さらにこれをどのように展開しようと考えているか、お示しください。 また現在、市内100世帯において使用している表紙電力が分かる電力測定装置が設置されていますが、電力見える化サービス事業の評価と展望をお聞かせください。組織体制については、昨年の答弁では総合的かつ一体的な取り組みができるような事業推進体制を検討したいとのことでしたが、再生可能エネルギー社会、スマートシティ・愛津若松を実現するための組織をどのように検討してきたのか、お聞かせください。 災害ははいいいつやってくるるかかかわらなももののでででですすしかし備えはできるものですそこで伺いますまず安全で安心できるまちづくりのための取り組みとして、今年とめ初めて夜間の防災訓練を実施しましたが、どのように検証しているかお聞かせください。また、防災拠点でもある市民、職員にとっての安全、安心な庁舎について、どのように考えているか、認識をお示しください。 政策の柱5、都市基盤、快適で利便性の高い町の取り組みの認識についてです。雪国会津若松市にとって避けて通ることのできない施策がこれです。ハード面だけでなく、ソフト面での市民との共同が問われる課題です。そこで伺います。雪に強い町をつくる施策、具体的にどのように取り組んでいるのか、お聞かせください。政策6 3市民活活動が活発な街をつくるおよび 政策6:4連帯と交流が盛んな町をつくる取り組みについての認識です室井市長のマニフェストの中で挑戦します、感動と共同と全員参加の町づくりとした思いこの施策こそが市長にとっても会津若松市の将来にとっても最重要課題である最重要課題として取り組んでいるテーマであると認識しますがまず共同の町づくりをどのように展開していく考えかタウンミーティングや 地域づくりシンポジウムやフォーラム、講演会等を通じて見入ってきたものは何かお聞かせください。さらに、都市部、県外の方も住んでみたい街、何度も訪れてみたい魅力ある街であるための取り組みについてです。人口減少を抑,す抑制する政策をどのように展開してきたのかお示しください。また、大河殿ラ八重の桜で全国における知名度がアップした会津、今こそ会津若松市の魅力を向上させ、 定住に地域居住の施策の施策を全面提起開始交流定住人口の増を図るべきでないか見解をお聞かせください次は新年度における第6次長期総合計画の推進に向けた対応策についてでありますまず第6次長期総合計画策定から7年を経過し8年目の平成26年度は今こそ第6次長期総合計画の達成に向けた 事業、予算の総点検の年とすべきではないか、認識をお聞かせください。また、市議会の政策討論会、各分科会からの提言や、付帯決議、要望的意見はまさに総合計画への関与、監視、提言として重要であると思いますが、どのように提言を受け止めて,受け止めているか、認識をお聞かせください。最後に、新長期総合計画を市民とともに策定し,していくための仕組み作りです。 新長期総合計画を市民とともに策定していくため、さらに議会,と議会とも議論を深めていくためにも、十分な時間をかけていく必要があります。また、新長期総合計画策定の前提として、現在検討されている時事基本条例の制定も不可欠であると認識するものです。さらには、当市の将来の公共施設について、市民の皆さんと議論していくことも前提として重要ではないでしょうか。 そこで伺います。平成26年度は新長期総合計画を市民とともに策定していくため、新たな課題の発見、整理、解決に向けた仕組み作りを指導する年ではないか、見解をお示しください。また、公共施設白書を市民の皆さんと共有し、まちづくりをともに考える視点が重要でないか、見解をお示しください。以上、当局よりの真摯,真摯な答弁をご期待申し上げ、壇上よりの質問といたします。 市長社会民主党、市民連合代表、木村正議員のご質問にお答えをいたします。はじめに、新市建設計画の改定に係る基本的な考え方についてであります。新市建設計画の改定は、東日本大震災の被災地域における合併特例債の適用について、最大10年間の延長を可能とする 特例法に基づいて実施するものであり、この特例法の趣旨からも、現行計画の継続した推進が重要であると考えております。現行計画は、本年10月に公表した紳士建設計画進捗状況報告書のとおり、全体的にはおおむね順調に推移しておりますが、大型の主要事業である合併特例債事業については、 当初の見込みよりも遅れている状況にありますえ。こうした状況を踏まえ、合併特例事業の継続した推進に向けて、合併特例債という有利な財源を活用することを基本とし、長期総合計画などとの整合性を図るとともに、震災後の状況変化も踏まえながら、新摯建設計画の改定に取り組んでまいりたいと考えております。次に、 未着手の合併特例事業と公共施設白書の推進についてであります。本市の公共施設の現状については、昨年度公共施設白書として取りまとめたところであり、今年度より公共施設マネジメント検討委員会を設置し、本白書を基礎資料として、社会情勢の変化や公共施設の課題を検討するとともに、その課題解決に向けた 今後の施設管理や推進体制のあり方など、本市における公共施設マネジメントの基本的な方針について検討を進めているところであります。未着手の合併特例事業につきましては、引き続き、毎年度の財政状況や事業の熟度、緊急度を見極めるとともに、今後の公共施設マネジメントにかかる基本方針の検討など、 状況の変化を踏まえながら、条件の整ったものから順次取り組んでまいりたいと考えております。次に、合併算定替え終了に伴う財政運営についてのうち、経過措置終了後の対応についてであります。本市におきましては、平成27年度より特例措置が段階的に縮小し、平成32年度に終了となるため、 今後の財政運営に大きな影響を及ぼすものと認識をしております。この合併算定替え終了は全国の合併自治体共通の課題であり、国は合併に伴う特有な財政需要の把握を行うなど、平成26年度から実情に応じた交付税の算定基準に見直す方針を示しているところであります。現時点において、 その具体的な内容は示されておりませんが、今後、国の動向を注視し、地方交付税への影響を見極めた上で、歳入予算に反映させてまいりたいと考えております。次に、地方交付税の算定方法の見直しに関する国への対応についてであります。本年10月に合併算定,算定終了に伴う 財政対策連絡協議会が設置され、本市もこれに加入したところであり、11月27日には合併市特有の財政需要の実態を踏まえ、新たな財政支援措置を早急に講じるよう、国に対して強く要望したところであります。今後も本協議会や全国市長会など、様々な機会を捉えて、要望の実現に向けた取り組みを行ってまいります。 次に、平成26年度予算編成方針のうち、復興を実感できる日常と新たな振興についてであります。東日本大震災と、それに伴う原子力発電所事故により、市民生活全般が大きな影響を受けたことから、その風評を打破し、一日も早い復興を、本市の最重要課題として位置づけ、官民一体となった取り組みを進めてまいりました。 その結果、全国各地の方々や多くの企業からご支援をいただき、さらには NHK 大河ドラマ、八重の桜による観光誘客効果などの後押しもあり、平成24年度から市税収入が回復基調となるなど、本市の地域経済は徐々にではありますが、観光面を中心に回復しつつあると認識をしております。今後、市,市民一人一人が、 復興を実感するためには、震災前への水準の回復だけでなく、さらなる地域全体の活性化が必要であり、市民全体が新たな復興によるプラス、新たな振興によるプラス効果を実感できるような取り組みへと加速していくことが重要であると認識しております。次に、スマートシティ会津若松についてであります。本市財政は 自主財源の根幹である資税収入が、ピーク時と比較して20億円程度低い水準にあり、また、類似団体との比較では、交際費が約15億円超過しているなど、未だ健全化の途上にありますので、今後の行財政運営においては、限られた財源や人的資源をどのように配分し、いかに最適化を図るかが重要であると認識しております。 このような中で多様化する市民要望に応え、新たな振興につなげていくためには、各所属が組織としての知恵を絞り、最大限にマネジメント力を発揮しながら、市民満足度を向上させることが不可欠であります。そのためには、職員一人一人が培ってきた経験と、それに基づく英知を結集することが強く求められているため、 予算編成方針においてお示しをしたところであります。次に、長期総合計画に掲げる基本施策の推進状況の評価についてであります。私は市長就任後の平成23年9月市議会定例会の開会に際し、市政運営に対する初心の一端として、感動と共同による地域の皆さん全員の参加によるまちづくりを実践し、 個性を活かした地域社会づくりを行うことが、会津若松市の確かな未来づくりにつながること、また政策の推進にあたっては、まちづくりの主役である市民の皆さん一人一人が、住み慣れた地域において安心して生き生きと暮らせる、暮らしていけるまちづくりに全力で取り組んでいくことを申し上げたところであります。その具現化にあたっては、マニフェストに掲げた 地域経済の活性化と若者の雇用の場の創出、子育て支援と教育の充実など、5つの柱の事業について、現長期総合計画に掲げる基本政策との整合を図りながら、行政評価において関連する事務事業との調整や、新規事業として検討し、取り組んできたところであります。なおマニフェストにに掲げる事業とともに 現長期総合計画の各施策の進行管理につきましては、社会経済情勢の変化に伴う企業経営や雇用への影響対策、災害による安全・安心対策、また法制度の改正などから事業内容の見直しが必要とされる状況もあり、計画当初の成果を達成している事業がある反面、例えば少子化対策や 中心市街地対策などにおいては、行政評価を通して事務事業の改善や事業の重点化などに取り組んでいるものの目標に至っていないといった状況にもあります。今後の市政運営におきましても、市民の皆さんのさまざまな声を聞き、行政評価への反映などを通して、さらなる事業の具現化に取り組むなど、共に考え、行動することで、 成果を高めてまいりたいと考えております。なお、その他のご質問については、主観者よりお答えを申し上げます。健康福祉部長。お答えいたします。はじめに、子どもの権利条約に基づく施策の推進と課題についてであります。本誌では、子どもの権利条約の理念に基づき、 会津若松子どもプラン後期行動計画を策定し、子どもの権利の最大限の尊重を基本目標に各施策を行っております。子どもの権利条約にうたわれている権利のうち、子どもの生きる権利、育つ権利を守るために、乳児家庭全校訪問事業や、子ども医療費助成の拡充などを行ってまいりました。また、子どもの意見表明権については、スクール議会の開催、 守られる権利についいてては児童虐待のの防止等の取りり組みを行ってまいりました特に、守られる権利については、保育所、幼稚園、小中学校の児童、保護者、教職員等を対象に、子どもへの暴力防止プログラム事業を実施しており、命の大切さや、大切さや一人の人間としての子どもの人権を尊重することへの理解が進んできたものと認識しております。 今後は子供の権利条約が子供の基本的人権を国際的に保障するために定められた条約であることについてより広く理解を深めてもらうことが課題であると認識しております次に子供への虐待防止対策と課題についてであります子供への虐待の未然防止のためには虐待に至る前の早い段階から支援を開始することが重要であると認識しておりますこのため 行政と学校、保育所、医療機関等により構成される、養護児童対策地域協議会を設置し、支援が必要な児童・家庭の早期把握と、関係機関が連携した早期対応に努めております。また、市民の皆様に児童虐待防止への理解を深めてもらうために、子育て講演会等の啓発活動を行っており、これらの取り組みにより、 児童虐待の未然防止につながってきているものと認識しております。しかしながら、各家族間の振興や離婚等の増加による子育て家庭の孤立化や保護者の精神不安等により、見守りや家庭訪問等の支援が必要な家庭は増加傾向にありますので、こうした家庭への対応が今後の課題であると認識しております。次に、子どもクラブ、児童館の充実についてであります。 平成24年8月の児童福祉法の改正に伴い平成27年度から子供クラブの利用対象が現在の小学校3年生から小学校6年生までに拡大するためその対策として児童の利便性や安全性などを考慮し学校の余裕教室を転用する等受け入れ体制を整えるとともに保護者からの要望の多い 利用時間の延長等についても検討を進めてまいります。また、児童館につきましては、保護者の就労形態にかかわらず、18歳未満の全ての子供の利用が可能な施設であり、今回の法改正の対象とはなっていない施設でありますが、本心におきましては、子供クラブ事業も行っていること,ることから、法改正を踏まえ、今後の児童館の在り方についても検討してまいりたいと考えております。 次に、白米団地建て替えに伴う、白米児童センターの建て替えについてであります。白米児童センターの建て替えにつきましては、建物の老朽化もあることから、市民ニーズを見極めながら、総合的に検討してまいります。長<上>。建設部長。お答えいたします。公園における放射線量の実態についてであります。 都市公園における空間線量については、全市的な傾向と同様に、川東、北会津、高座市、高野地区の線量が他の地区と比較して若干高いものの、これらは公園利用者の健康に影響を及ぼすレベルではないとされております。また、空間線量はすべての都市公園において減少傾向にあり、今後さらに低下していくものと認識しております。今後の対策につきましては、 引き続き、定期的に都市公園の空間線量の測定を行い、公園を安心して利用いただけるよう情報を提供するとともに、局所的に線量の高い場所が確認された場合には、適切な対応により、公園の安全、安心な利用の確保に努めてまいります。教育部長お答えいたします初めに豊かな心と 確かな学力を身につけた子どもを育む町をつくる取り組みへの認識のうち子どもの意見表明権の拡大についてであります本市の教育現場におきましては子どもの権利に関する条約に規定されている意見表明権の趣旨を踏まえ総合的な学習の時間や児童会生徒会活動さらには作文指導や少年の主張などさまざまな機会を通して日常的に子どもたちが自ら学び考え 意見を発表するることがでできるよう取りり組んままいりました最近では総合的な学習の時間で学んだことをパンフレットにまとめ修学旅行先で配布し本市の良さを児童自らの視点言葉で PR するなどの事例がありました次に市長との懇談会やスクール議会の成果についてでありますこの取り組みは子どもたちが本市のまちづくりについて自ら学び考えたことを発表し 市長との意見交換を通して、町づくりや姿勢に関心を持ってもらうことを目指しており、時代を担う子どもたちの姿勢参加につながるものであり、大変意義のあることだと考えております。また、子どもたちの柔軟で自由な発想や意見を姿勢運営に反映させていくことは、豊かな心を身につけた子どもを育む町の実現に向けても重要であると考えております。次に 小中学生の声を反映するための仕組みづくりについてであります本市のまちづくりに子どもたちの声を反映させることは市政を身近に感じてもらう意味で大変重要であると受け止めておりますそのため現在各年で実施している市長との懇談会とスクール議会の成果を実施校だけにとどまらせることなくすべての小中学校で情報共有を図り 優れた意見や提案を吸い上げ、姿勢に反映させることができるような積極的な活用方法について検討してまいりたいと考えております。さらに、各小中学校において社会科や総合的な学習の時間など、普段の授業を通して学んだことを成果として取りまとめ、姿勢に反映させてほしい取り組みを提言してもらい、その実現に向けて、町内で検討、実施したものをすべての小中学校にフィードバックするような、 新たな仕組みの構築について研究してまいります観光商工部長お答えいたします富士通株式会社の新たな事業展開に対する市の関わりについてであります同社が計画する植物工場は半導体事業の再編が余儀なくされる中新規事業分野へ進出し地域の雇用を確保する観点から取り組まれているものであります また、会津若松地域スマートコミュニティ導入促進事業は、再生可能エネルギーの飛躍的推進による新たな社会づくりや、新たな時代をリードする産業の創出の実現を目的として進められているところであります。これらの取り組みは、同社が有する最先端の情報技術やシステムを活用して、今後成長が見込まれる事業分野へ参入するためのものと認識しております。 本市といたしましても、植物工場に対する販路開拓や、新たな支援制度を検討していくほか、メガソーラー発電事業を含めた会津若松地域スマートコミュニティ導入,事業導入促進事業との連携を図りながら、新産業の創出や雇用の維持、拡大など、地域活力の向上につなげてまいりたいと考えております市民部長お答えいたします。 第2期環境基本計画策定の進捗状況と基本的な考え方についてであります。本年度は事業者ヒアリングをはじめ、エネルギー関連事業者や、学識経験者からなる新エネルギー等検討会議において、本市の温室効果ガス削減や、再生可能エネルギーの推進等に関するご意見をいただき、それらを踏まえながら、町内の環境管理委員会において、計画素案の検討を進めてきたところであります。 今後はパブリックコメント環境審議会への諮問答申を経て年度内の策定を目指してまいりたいと考えておりますまた本計画策定の基本的な考え方につきましては環境に関連する施策を総合的に展開することや効果的かつ効率的な振興管理を行っていくため地球温暖化対策推進実行計画や地域新エネルギービジョンなど 本計計画画と密接に関連すすす。るるを一体化する考えであります加えて、自然環境と私たちの生活とが調和した社会づくりを市民の皆様とともに進めていく視点に立ち、環境目標の数値化や分かりやすい表記に配慮した計画として、策定を進めてまいりたいと考えております。企画政策部長お答えいたします。 初めにスマ,ートシティスマートシティの取り組みは情報通信技術や環境技術などを活用しエネルギー、熱供給、交通、上下水道などの社会インフラさらには環境、健康、福祉、教育、防災などといった市民生活を取り巻くさまざまな分野での結びつきを深めながら 効率化高度化していくことであり将来に向けて持続力と回復力のある力強い地域社会市民が安心して快適に生活できるまちづくりを目指した取り組みでありますこうした中で先行して取り組んでいるエネルギー分野においては地域内の電力の需給調整や家庭内の電気量の最適化を図る エネルギーコントロールセンターの構築をはじめ災害時の初動対策にも活用できる蓄電池を積載する電気自動車の導入さらにはエネルギーの地産地消に向けた太陽光発電の促進などについてそれぞれ並行して取り組んでいるところであります今後の展開におきましても健康福祉環境交通といったさまざまな分野等において 情報通信技術やセンサー技術また多くの情報データを生かしながらこれまでの仕組みの改善等を検討し持続力と回復力のある地域づくりに努めてまいりたいと考えております次に電力見える化の評価についてであります電力の見える化はエネルギー分野の効率的活用に資するものとして国の補助事業であるスマートグリッド通信インターフェース 導入事業により通信規格の標準化を図り家庭内の電力使用の見える化を可能とするシステムを全国に先駆けて構築するとともに本年3月までに市内100世帯に対して当該システムを設置したところでありますこのシステムの設置により設置世帯の消費電力量の削減が見られているところであり見える化により節電 省エネに対すするる意識が醸成されてているものと考えております今後につきましては、本市で構築されたシステムの普及拡大を図るとともに、地域のエネルギーコントロールはもとより、電力の使用データを生かしての高齢者世帯などの見守り機能などにも取り組んでまいりたいと考えております。次にスマートシティ会津若松を実現するための組織についてであります。 スマートシティ会津若松の実現に向けては、産学との連携が不可欠であることから、本年7月に産学館の有識者によるスマートシティ会津若松推進会議を発足したところであり、また町内においても、各部横断的な構成による検討部会を組織し、国の地域人材ネットを活用した スマートシティアドバイザーの助言をいただきながら、スマートシティを構築する各種事業の具現化に取り組んできているところであります。このように、産学館の関係者が協議していく場が構築され、これが具体的なプロジェクトを推進していく基礎と考えております。さらにこれまでの取り組みの成果や検証を広く市民の皆様に説明していくとと,ともに、 持続可能な地域社会について考え共同していく場づくりなどにも努めてまいりたいと考えております市民部長お答えをいたします総合防災訓練の検証についてであります今年度の総合防災訓練は災害はいつ起きるかわからない現実を踏まえ初めて 9月下旬の白かから夜間にかけて実施したところであります。今回の訓練,訓練は、市民の防災意識を高めることに加え、夜間における防災上の課題の検証を目的としておりま,すし,ておりました。訓練を実施したところ、肌寒い気候の中、東山地区の多くの市民の皆様にさまざまな訓練にご参加いただき、 避難所に指定した小学校体育館が満杯となるなど従来以上の防災意識の高まりが確認できたところであります一方市や関係機関にとりましては日中に比べ周りの状況が十分確認できない夜間では互いに声を掛け合い救助活動を行うことの重要性備蓄品として防寒用品を備えておくことの大切さなどが 確認でできたところでありますさらに参加者の声を今後の訓練に反映させるため訓練参加機関や町内会長を対象に事後アンケートを実施したところ初めての夜間訓練は有意義であったとのご意見を多数いただく一方で参加者自らが考え行動する実践的な訓練を盛り込んでいくことが望ましいなどのご意見をいただいたところであります。このこのとから 当初の訓練目的は一定程度達成できたものと考えており、夜間訓練が有効であることが検証されたことから、来年度も継続して実施するとともに、今年度の反省を踏まえながら、より充実した訓練を目指し、本市の防災体制の強化を図ってまいりたいと考えております。総務部長お答えいいたしまますす安安全安心な庁舎の認識についてであります 現本庁舎につきましては、建設から相当の期間が経過していることから、日常点検等を通した施設の危険箇所の把握、修繕に努めるとともに、災害時における的確な判断や行動を身につけるための避難訓練等の実施、さらにはユニバーサルデザイン等を取り入れた利便性、安全性の向上を図っていくことが重要であると認識しております<上>建設部長。 お答えいたします雪に強い町をつくる取り組みについてであります。市民と行政が一体となってさまざまな雪害から身を守り、助け合い、市民との共同で雪の問題に対処していくため、除排雪体制の充実、防雪施設の整備、私道路の除排雪への支援、除雪困難世帯への対策等を行ってきたところであります。具体的な取り組みとしましまては 除排雪体制の充実として、姿勢頼りやホームページ等を活用し、民間の除雪機械やオペレーターの確保に努めるとともに、市保有除雪機械の適切な管理、更新を行ってきたところであります。今年度は、昨年度と比較して、除雪車を18台増車し、除雪体制の充実を図るとともに、交差点内のため雪除去等の排雪体制の強化や、今後の 豪雪に備えた臨時の雪捨て場の確保を行い除排施作業の効率化に努めてまいりますまた防雪施設の整備としましては当機間の通行の安全を確保するために有効な施設である所有施設や防雪施等の整備を進めてまいります私道路の除,雪除排施設への支援としましては藍津若松除雪対策協力館において町内会が取り組む 除排雪作業や小型除雪機械等の購入を行う場合、費用の2分の1を補助しており、今後も制度の PR を行い、支援を推進してまいります。また、敷地内の除雪や道路除雪後の玄関先への寄せ行きを自力で処理することが難しい除雪困難世帯への対策としましては、町内会等の助け合いによる間口除雪の拡大や、 除雪ボランティアによる支援制度の活用を図ってまいります。今後も、当機関における交通安全と市民生活を確保するため、除排せ作業の効率化と市民共同による雪対策を進めてまいります。企画政策部長、お答えいたします。はじめにに共同ののままちづくりり展開についてであります現在 市民活動の活性化を促進していくため平成26年4月の施行を目指して市民共同の指針の策定に取り組んでおりこれに基づき各種の実践活動を通して共同のまちづくりを推進してまいりたいと考えております次にタウンミーティングや各種の講演会などを通しての考えについてであります共同のまちづくりの推進にあたり各種計画の性格や内容によっては行政が 一定程度作り上げた段階での説明や意見交換だけ,でなくだけではなく、あらかじめ市民の方々の意向や問題解決の糸口を探っていくことも大切であり、これはタウンミーティングや各種のフォーラムを通して、まちづくりに対する市民意識の高まりや、姿勢に関心を持っていただくことにもつながっていくものと考えております。常に人口減少を 抑制すする政策についてであります少子高齢化、人口減少時代への対応が将来のまちづくりに欠かせない要素であるとの認識のもと安心して子どもを産み育てる環境の整備や地域経済活力の再生として雇用対策などに取り組みまたこうした事業を通して定住人口や交流人口を増やしていくことにつなげていくなど 全体の活動量の拡充に努めながら少しでも人口減少を抑制できるよう取り組んでまいりたいと考えております次に定住に地域居住の施策展開についてであります平成19年度から市定住に地域居住推進協議会を設立し関係団体と連携してさまざまな事業を推進してきたところでありますが東日本大震災 および電子力発電所事故の影響により首都圏におけるイベント参加者数はいまだ回復を見てない状況にあります定,年定住に地域居住を実践するまでには相談から交流を得ておおむね2から3年の期間を要するのが一般的であり息の長い取り組みであることから情報発信 受け入れ体制の整備、交流体験、滞在、就業支援等の事業を引き続き行いながら、さらなる交流人口、定住人口の増加に向けて、積極的な事業展開を図ってまいります次に、第6次長期総合計画達成に向けた事業、予算の総点検についてであります長期総合計画の進捗状況につきましては、 毎年度の行政評価において58の基本政策ごとに成果指標を踏まえ市民ニーズの把握などにも努めながら事,業事務事業の推進に努めているところでありますまた事業や予算の総点検にあたっても各部のマネジメントにより取り組み方針の見直しや事務事業の選択と集中にも意を用いているところであり現在実施している 行政評価等の振興管理において、点検作業を行っていく仕組みとしていることから、改めて総点検を行うということではなく、振興管理を生かしながら、次期長期総合計画に反映させてまいりたいと考えております。次に、市議会からの提言についてであります。市議会の政策討論や、付帯決議などにつきましては、真摯に受け止めており、事業の見直しや、 改善にに努めているところであります次に新長期総合計画策定にに向けた仕組みづくりりついてであります長期総合計画は、市民の皆様と共に、まちづくりを進めていくための基本的な指針であり、今後、計画策定の過程において、市民アンケート調査や懇談会の開催など、市民参加や共同作業などの機会を十分に取り入れてまいりたいと考えております。 次にに公共共施設白書を市民と共有したままちづくりりついてであります今後の公共施設の在り方を検討していく上で、各施設の客観的なデータを公表し、市民の皆様の理解を得ながら、効率的な公共施設の維持管理とともに、施設の更新を含めた複合化や再配置などを考えていくことも必要となってまいります。こののたためめ施設の情報を取りまとめた 公共施設白書については、今年6月には概要版となる瓦版を全校に配布するとともに、市政代よりに公共施設の原料や市民の方々のご意見を掲載し、関心を持っていただくよう努めてきたところであります。今後も引き続き市民の皆様と情報を共有し、公共施設の原料について理解を深めていただくとともに、アンケート調査や意見交換の 場の設定などにより公共施設のあり方や効率的な市民サービスの提供などについて検討を進めてまいります以上でございます木村雅史議員ご答弁いただきましたが何点か再質問させていただきますまず財政運営関係でまあ合併特例事業と公共施設マネジメントの関連でありますが まあ先ほど、検討委員会の設置ということのご答弁がございましたが、まあ、そのまあ位置づけといいますか、その進め方、権限について、ですね本当にあのその仕組みの中でうまく調整ができるのかということについて、まあ、再度お聞かせをいただきたいと思います。まあ、予算編成方針でありますけれども、まあ、ギアチェンジ、そしてまあスマートシティへの考え方をしっかり各部局に、部にということでありますけれども、 まあ本当にこれまでと違うです、ね、予算編成の思いといいますか、まあ、政策の表現に本当になっていくのかどうか、どのような伝え方をするのか、再度、あの答えをいただきたいと思います。まずあの、この財政法について2点、お聞きをしたいいと思います企画政策部長。合併特例事業と公共施設マネジメントの検討委員会との関係でございますが、えー 公共施設検討委員会を設置しまして、今後、基本的な考え方と申しますか、マネジメントの在り方について、検討を進めているところでございますし、今後さらにそれを発展させながら、計画段階まで、 策定できればというふうふに現在では考えておりますがこれについては、もう少しですね、検討の進捗状況を見極めながら、判断してまいりたいと考えております。また、合併特例事業との関連につきましては、現時点まで合併特例事業については、さまざまな観点から、情勢評価とかです、ね、予算査定とか、さまざまな観点から検討を行いながら、執行してきた部分でございますので、 公共施設マネジメントの基本的な考え方が、えーまあ、策,定できる策定されるまでの間については、今までのやり方というかです、ね、方法によって、えー、判断しながら、えー、実施してまいりたいというふうに考えております。なお、えー、公共施設マネジメントのあり方について、えー、考え方が固まれば、まあ、それに基づいた対応ということにもなると考えております。 財務部長予算編成方針の文面等であのご指摘いただきました内容についてお答えをさせていただきます。えー、あの今般の予算編成前提となってございますのは、えー、まず一つは大きく震災がございまして、それからの復旧・復興をいかにやっぱり成し遂げるかと。 いったようななところが大きなテーマ一つございますそれからあともう一つございますのが、あのそれとともにですね、これまで、えー、あの厳しい財政状況の中ではございますが、一方一方、財政健全化を進めながら、それとともにですね、一方一方、市民サービスの向上拡大に進めてまいりました、そのお両方のです、ねあのー、足踏みといいますか、 そういうものをです、ね、より着実にですね、えー、予算編成に、ですね、新年度予算編成に生かしていきたいということでございます、具体的にはあのー、文書の中で、えー、申し上げておりますように、えー、財源、それから、あのー、人材、それはあのー、限りあるものだという認識のもとに立ちまして、その最大最適化というものを目指す、それにはまず職員一人一人でがで、ねえー、これまで、 培っております経験、それから市民とじかにです、ねえー、直接に、あのー、向き合って、行政運営をしていく、その市民からの広範、ねえー、なる、あのー、ご意見、そういうものを踏まえながら、各所属がです、ね、知恵を絞り、マネジメント力を発揮してです、ねえー、予算編成を、をもう予算原案を作っていく。これが、えー 平成26年度のです、ねえー、予算にはあの必要不可欠であるというような、えー、思いの元からです、ねえー、今般、このような表現をさせていただいたということでございます木村正志議員、まあ。ご答弁お聞きしまして、あのまあ、マネジメントの、ね、委員会ですね、検討委員会ですけれども、ここをしっかりこう作って,げていかないとあの、大変なのかなと思いますので、ぜひともそういうあの仕組みを作っていただきたいと。 思いますまあ、予算編成については、今、ご答弁の思いが本当にしっかり、各部局に伝わる、まあ、そういう予算編成が出来上がることを期待してございます。えー、長期総合計画でありますが、あの子どもに関する施策の答弁ございましたけれども、まあ、これについてはさらなるです、ねまあ、取り組みをお願いしたいと思いますが、まあ、特にその中で児童センターの建て替え、品前ですね、についてですけれども、これは姉前団地の建て替え計画の整備方針の中にありましたように、えー、世代間の交流を含めたまちづくり、 この視点がこの、まあ、建て替え計画の整備方針の中心でございました、まあ、そういう意味では前兆的な各家の連携が大事だよということで、指摘がされてますが、特にやっぱり健康福祉部というのが、子どもであったり、高齢者の問題に関わるところでございますので、ここの、えー、関わりが大きいのではないかと思いますが、まあ、その視点で、でさらに、えー、見解をお聞きしたいと思います。 それから子どもの遊び場の放射線対策については、まあ、適切に対,策、まあ、対応するということでありましたけれども、まあ、今後もです、ね、市民の皆さんからさまざまな声があると思います、しかも長いスパンであるんではないかと思います、まあ、そうしたときにです、ね、まあ、真摯にそれを受け止めて対応するような、まあ、そういう意味では、少しでも提言に向かってです、ね、適切な対応という視点で取り組んでいただき、これは要望でございます。それから 学校におけるすべての子どもの声が反映できる仕組みづくりということで、まあ今あの取り組み考え方示されてはでございます。まあ昨年もまあ検討されるということでございましたけれども、今の答弁も含めましてですね、まあ来年度は本当にあの具体的にそれが成果として現れるような取り組みを期待するものでございます。要望でございます。それから新たな産業への推しの関わりですが、まあ低カロリー野菜についてですね、まあフランチャイズの展開の 報道もされておりましたけれども、こういう成功事例をです、ね、どうあの市がです、ね、受け止めてです、ね、推進させていくかというのが課題だと思いますので、ぜひとも全面的なです、ね、支援の体制、強化をこれも要望しておきたいと思います。それからスマートシティ・会津若松についてでありますけれども、えー、先ほど答弁がありましたように、これはあの再生可能エネルギーやスマートグリッドの町というだけでなくて、本当に町づくり全体を転換する、本当に大きな あの仕組みの中身だと思うんですね、まあ、そういう意味ではです、ね、まあ、先日はあの、まあ、オランダのアムステルダムとのです、ね、連携協定のこともございましたし、まあ、そういう、えーまあ、市がです、ね、今、取り組んでいることが、世界の中の会津若松はどう位置づけにあるのかについてです、ね、市民の皆さんに本当にです、ね、このスマートシティの思いが伝わるように、えー、共通理解を早くることが何よりも重要だと感じるわけですが、再度その点について、 まだまだそれ不十分だという認識を持っておりますので、その点についての取り組みをお聞かせください。それから夜間防災訓練についてはです、ね、先ほど指摘もありましたようにです、ね、地域住民の参加の在り方の仕組みであるとかです、ね、夜間であるから全体への流れが見えないというようなご意見もございました。そういう意味で,です、ね、来年度も取り組むということでありますので、ぜひとも生かしていただきたい、これは要望でございます。 それから安全安心な庁舎でありますが、避難訓練、先月実施されたということでありますが、さまざまに課題も見えてきたと思いますが、消防署の方からのご指摘もあったように、やっぱソフトの取り組みというのがいかに大事であるか、マンパワーがいかに大事であるかということだと思います。しっかりとです、ね、そういうものを向上させていくための、毎年のです、ね、この訓練の継続というのは重要であると思いますが、これについてちょっとご警戒をいただきたいと思います。 それから、雪に強いまちづくりでありますが、まあ、市民との意見交換会でも、さまざまな意見が出されてございますけれども。えー、まあ、ぜひともですね、建設的な意見も踏まえてですね。私ども、あの、議会の中でも議論して、まあ、提言してまいりたいと思いますので。市のさらなるですね、取り組みを要望しておきたいと思います。以上、そこについて、あの、質問の分だけ、お答えいただきたいと思います。企画政策部長、えー。私の方から、スマートシティ、会津若松の。 取り組みと申しますか、取り組みおよび市民の方々への説明についてでございますが、やはりこういった大きな目標に向けては、今、全世界で進んでおるわけなんですが、市民の皆様の力なくしてはありえないし、やはり市民の皆様の起点に立ったところでの取り組みがベースであるというふうに、さまざまな国の中での考え方にもございます。 で当然のことながら、本市におきましても、市民の皆様との共同のまちづくりを進めていく観点からも、やはり市民の,市民の皆様をベースとした中で、取り組みがなされることが第一にであると考えておりますので、この内容説明、さらには分かりやすいような事業の取り組み、こういったことについては、今後とも スマートシティ会津若松推進会議も町内に設けておりますし、アドバイザーもおりますので、そういった方々の知見を有しながらも、今後とも説明に努めてまいりたいと考えております、また取り組みにつきましても、ただいま申,申しましたような推進会議、さらにはアドバイザーの意見を得ながら、さまざまな分野での活用が考えられますので、今後ともオランダとの協定もございますし、そういったところでの オランダの先進的な取り組みについても研究しながら、えー、本心にあったようなスマートシティ合図若松を進めてまいりたいと考えております以上でございます、はい、議長総務部長えー、避難訓練のおおて出しについてでございますがあ今年につきましては、えー、地震と 火災という両方の複合的な災害が起こったという意味での避難訓練をさせていただきましたが、その中であの監修といいますか、指導に当たりました消防の方の方から、火災については、煙はあの横の方が、まだスピ、あの煙は人よりも早く動きますよと、そういったことを念頭に、こういった行動というような具体的なアドバイスも何点かいただきましたので、 こうした点も十分踏まえながら、次年度、来年度につきましては、栄町第1庁舎を中心に、さまざまご指摘いただいた点を踏まえたより良い防災訓練、避難訓練にしていきたい、でその後も毎年、次は第2庁舎、境町第2庁舎ですとか、そういったふうに継続して、この訓練を続け、実践力を高めていきたい。 このように考えてございます健康福祉部長白米、えー、児童センターの建て替えに関するお正しでございました白米、えー、児童センターの建て替えにつきましては先ほどあのご答弁させていただきましたように、えー、今あ関連する施設として児童館の問題もございます それから子どもクラブの拡大という問題も直近に迫っているという状況がございます。これらを含めまして、部内ではワーキングチームを作りまして、今、検討している途上にございます。まだ中間的な部分でございますけれども、全体的な関わりの中で、それぞれの役割を整理しながら、どういったものが適切なのかということを、 検討を踏まえ、全庁的な対応としてお示しをできればというふうに考えてございます、以上でございます木村正史議員。お昼過ぎたので、あの最後の,あの質問にしていきたいと思います。共同のまちづくりについてでありますけれども、あの地域づくり委員会の参加者の中からです、ねまあ、ご意見が出ているわけなんですが、まあ、なかなかその市の意図するところがなかなか伝わっていないんじゃないかというようなご指摘がございました。あの今までの えー、市民との共同の関係がうまくいくために、ででもですねこれまでの取り組みを整理して事業をですねもう一度見直してみてはどうかというご意見がございます、さらには、ですね、えーまあ、地域に住む者にとって、まちづくりをに関わることが本当に楽しいというようなあの、まあ、仕組みづくりというか、まあ、そういう意味では祭りであったり、伝統行事であったり、こういう部分へのですね、 まあ身近な事業からですね進めていくことがですね広がりにもつながるのではないかというようなご意見も出されておりましたので、これについてちょっとお聞きしたいと思っております。それから、慎重計の仕組みづくりについてであります、えー、新重計の前提になる時事基本条例の制定というのも、私は大変重要だと思うんですが、これがまあいつになってくるのがポイントではないかと思いますけれども、このスケジュール、考え方があれば、この2点についてお示しをいただきたいと思います。 企画政策部長、えー、1点目でございますが、地域づくり委員会についてということでございます。えー、現在まで地域づくり委員会については、えー、実践活動として、えー、北会津、川東地域におきまして、えー、行っているようなところでもございますが、えー、今年度中には、やはりそういったい今、議員をご提案の,あ,のありました、えー 委員会の中身とか事業とかそういった仕組みについて、えー、検証を続けてまいりたいというふうに考えておりますそして次年度以降に、えー、役立ててまいりたいというふうに思っておりますで身近な事業につきましては、えー、今回、漁師署で漁師署管内で行われたあ実践事業につきましては非常にあの身近な事業というか、えー、身近な課題として捉えたことについて、えー 委員の皆様の相意の下で実施されたというふうに捉えておられております。で続いて、自治基本条例でございますが、えー、自治基本条例につきましては、えー、今まで、えー、市民の皆様による学習会を続けてきたところであり、えー、さらにはシンポジウムなどを行いながら、えー、自治の在り方等についても勉強を続けてきたところでございます。で今後お その一歩先になりますが、市民会議などをですね立ち上げながら、さらにさまざまな研究検討を進めながら、一方でも近づけていきたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。木村正司議員、5回目です、はい。最後に市長にお伺いします。スマートシティについてのまあ考え方ですね。まあこれをですね、まあ市のまあ戦略として進めるという。 視点それから、まあ、スマートシティのことは会津若松市に行けば分かるというようなまちづくりを本当に進めていくためにです、ねまああの、市長の思い、決意を、まあ、ここでお伺いして、質問を終わらせていただきます市長、はいえー。スマートシティにかかる戦略についてのお正しいでございますけれども、やはりあの、 えー、実際住んでいる街が、まあ、よくなることが大事でありますので、市民の皆さんにどう説明していくかということは、まあ、これからさまざまな機会を捉えてやっていかなければいけないと思いますが、もう一つあるのは、スマートシティとして、えー、政策を実行している、例えば、えー、電力の見える化を100世帯に設置しているとか、またそれを進化させて、さまざまな取り組みをしている街だということを発信していくことも大事ですし、 それにかかるいろんな産業が付随していくわけであります。まあ、コンピューターのソフトもありますし、いわゆるヘムスと言われているシステム、それからまあ電力会社が導入しようとしているスマートメーター、さまざまな先端的な機器の開発がこれからされるわけでありますから、外に向けてはそういうものの知見の蓄積のある町だと。でなおかかつ地元からそういういものが、まあ 製造、そして、えーまあ、産業の集積が図れる町だというようなことをしっかり伝えていくことが、私は大事だと思いますので、内と外とです、ね、これからしっかりと伝えていきたいと思いますしあの、国家戦略特区ということで申請をさせていただいているのも、その一つだというふうにお考えをいただきたいと思います。